青木とくんの中間アート情報。青、地球は青い。青木とくんの中間アート情報。青木とくんです。このチャンネルは関東一都六県のギャラリー美術館で11月27日月曜から12月3日日曜までの1週間に始まる展覧会イベント情報をお届けします。ご案内する情報はアート情報ウェブメディア東京ライブ&エキヒビツに掲載されたものからピックアップしています。今週の特集の展覧会レビューは半蔵門ミュージアムの如意輪観音菩薩像二道地蔵を迎えてと、野津俊道瓶の底から世界を覗く、場所はトキアートスペースです。これからご紹介する展覧会で面白そう、興味ある、行きたいと思われた方は下の概要欄に東京ライブ&エキビスの掲載ページの URL を記載しておきますので、詳しい情報や作品画像などチェックアウト。アートは本物を直接見るのが一番です。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。今週の展覧会ピックアップは12件です。特集半蔵門ミュージアムを挟んで前半後半6件ずつお届けします。最後にミニ特集野津俊道の展覧会をお送りします。では今週のアート情報スタート。ブル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 。11月30日木曜から12月12日火曜まで、風景画家岩崎恒夫彼方へ展、クアドリウムオスティウム。古美術ギャラリークアドリビウムオスティウムでは、世に生まれた日曜画家のプライベート作品に光を当てる新しい試みとして、個人的な居所としてのアートシリーズを開始。第1回展覧会として風景画家岩崎恒夫彼方へ展を開催します。この展覧会は本人は生涯個展を開くことを誇示していたため、作品は近親者しか見たことがありませんでした。しかし今回ご遺族のご厚意によりこの度の展覧会が実現したそうです。11月30日木曜から12月18日月曜まで、バッシュシャーム京都鎌倉千店東慶寺松岡宝蔵。同じくこちらも鎌倉開催です。インドの現代ゴンドアートの第一人者であるバッジュシャーム氏の展覧会です。ゴンドアートとは森の民とも呼ばれるインド中部の少数民族ゴンド族の伝統画法です。驚くほど緻密なパターンや大胆なコンポジション、ユニークなモチーフと鮮やかな色彩のコンビネーションが特徴で、描かれているものはゴンド族に伝わる神話や伝承、そしてバッジュシャーム自身の物語だそうです。12月1日金曜から12月17日日曜まで、横浜国際舞台芸術ミーティング2023ワイパム2023 KAAT 神奈川芸術劇場バンクアートステーション横浜赤レンガ倉庫1号館ほか、ワイパムは同時代の舞台芸術に取り組む国内外のプロフェッショナルが公演プログラムやミーティングを通じて交流し、舞台芸術の創造普及活性化のための情報インスピレーションネットワークを得るイベントです。12月1日金曜から12月26日火曜まで、ハウスホールドインダストリーエキヒビション ROW、 アーティストのステートメントです。炭鉄とはヨーロッパ発祥の鉄を赤く熱し叩いて形作る手法で、もともとは家主が自分の権力などを誇示するため強さや華やかさを求め、鍛冶職人ブラックスミスに作らせた。ヨーロッパでは炭鉄は強さの象徴である。私の炭鉄にはその強さや華やかさとは相反する考えがある。
日本の土壌にはわびしさ、もろさ、儚さなど独自の美意識が根付いている。暮らしの中で感じる身近なことをモチーフとして、その美意識の中にある強さや生命感を表現しているとのことです。12月1日金曜から2024年2月4日日曜まで、手塚ゆり個展、私、大久保文庫スタートアップミュージアム。アーティスト手塚ゆりは最も古い素材で現在を作る現代陶芸作家です。旧小学校であるミュージアムの趣のある木造平屋建ての教室や建物と、手塚が今まで作り出してきた独自の陶芸館の融合を提示します。12月2日土曜、2024年2月12日月曜日まで、道の区愛しい仏たち、東京ステーションギャラリー。厳しい風土を生きる道の区の人々のささやかな祈りの対象として、江戸時代から民家やお堂に祀られてきた仏像や神像、仏師ではなく大工や木地師らの手によるこうした民間仏の特徴は、素朴でユニークな造形と表情です。この展覧会では青森、岩手、秋田の北東北に伝わる約130点の木造を紹介し、日本の信仰の形について考えます。11月22日水曜から始まった千代田区一番町にある半蔵門ミュージアムに、初公開の仏教美術如意輪観音菩薩像二道寺像を迎えての展覧会を見に行ってきました。オフィスビルのような建物にある半蔵門ミュージアム、ここにはガンダーラ仏教美術、仏像やマンダラ、経典のコレクションを地下1階に展示、1階エントランスには当館の姉妹館でもある清里フォトアートミュージアムのコレクションを展示していました。最初の展示ルームには紀元2、3世紀のガンダーラ仏教美術のレリーフが展示されています。釈尊の前世や誕生、出家、悟り、説法、入滅といった生涯を片眼に浮き彫りにしたものです。先に進むと、この美術館の一押し、運慶作と言われている国の重要文化財、大日如来座像が展示されています。木造七箔玉眼で高さ61センチほど、制作年は鎌倉時代の1193年と見られています。運慶作とする根拠は、その作風以外にも仏像を X 線で調査し、中に収められた納入品が他の運慶作品と共通していたからだそうです。その中の様子の模型も展示されていました。大日如来は真言密教で万物の母であり、宇宙の中心、宇宙の真理を表しているそうです。京都五大寺より寄贈され、調査修復を経て今回一般公開となった如意輪観音菩薩像と二道寺像です。如意輪観音菩薩像は平安時代中期、10世紀後半頃の制作と考えられています。この仏像の特徴は座り方です。右足をもう一方の左足に置き、その左足を下げている座り方はとても珍しい姿勢だそうです。木造古色塗り、高さ約1メートル 36.5 センチです。隣に憤怒の表情で鎮座しているのが平安時代12世紀頃の作、不動明座像です。木造彩色、像高82センチ、像を収めた後輩台座は運慶の流れを組む16世紀に活躍した仏師高尚の手によるものです。不動明王はお不動様で親しまれている仏様ですね。大日如来の化身で人々を災いや迷いから救い、仏像の妨げになる横島な心を断つため、剣を持ち怖い顔立ちをして描かれるのだそうです。インド神話のシバ神とも同一視されています。その横の二道寺立像は、
不動三尊といい、不動明王に随時する金柄童子と聖鷹童子です。木造に彩色と切り金でできている、高さ94センチ、平安時代11、12世紀頃の制作と見られています。ちなみにこの美術館、真言宗系の宗教団体真如苑が運営しているとのことでした。京都の醍醐寺とも縁が深く、これらの仏像もお寺から寄贈されたものだそうです。またスタッフの皆様はとても明るく親切でした。もちろん勧誘とかそんな雰囲気は一切ありませんでした。この展覧会は来年の2024年4月14日までやっています。入場無料です。休館日、時間などは東京ライブ&エキビツで ご確認ください。ちなみに青人くんは青人教ブルーポール派です。青髪神ことブルーポール神を崇めています。合唱ブルブルブル。でも星の神様は違っていても、穏やかなお顔の仏様の前に佇んでいると、スーパーブルーが見つからない心の乱れがとても静まる感じがしました。仏様が焦るな、大丈夫だ、自分を信じなさいと心強いお言葉をかけてくれた気がして、とても気持ちが落ち着きました。仏のパワーもスーパーブルーに似ているのかもしれません。ブルブルブルー。今週はもう一つの展覧会レビューをお届けします。12月2日土曜から2024年3月3日日曜まで、モットアニュアル2023シナジー創造と生成の間、東京都現代美術館企画展示室3階ほか、19回目を迎える本展では、アーティストの創造力や手仕事による創造と、近年社会的に注目を集める NFT や人工知能、人工生命、生命科学などのありようを反映するかのように自動的に生まれる生成との間を考察するコンセプトの展示です。合わせて2024年3月10日日曜まで、モットコレクション歩く、赴く、移動する 1923-2020 特集展示、横尾忠則、水のように、生誕100年、サム・フランシス、コレクション展示室で開催されます。また12月9日から豊島康子発声法、天地左右の裏表が1回企画展示室で始まります。12月2日土曜から2024年1月7日日曜まで、松浦美代香 WSIW ギャラリールーム A、 展覧会タイトル WSIW は松浦による造語で What should I wear の略称だそうです。いろいろな価値観が多様化している現代で生きていくので、何を着てどのような自分を見せていけばいいのかをテーマに構成したといいます。油彩やぬいぐるみなどの立体作品を手掛けている作家で、この展覧会では新作の服と木炭画を中心とした作品を発表。布による彼女のオリジナルのぬいぐるみを制作し、そこから木炭で平面に描いているそうです。12月2日土曜から2024年1月16日火曜まで、山中由紀の個展ポーズディーゼルアートギャラリー。タイトルポーズとは、絵画や彫刻でかたどられるモデルの姿勢の他に、見せかけの態度、上辺だけがあるといった状態を意味する言葉であるといいます。上事のようなネット投稿、大量に生成されたイメージにまみれて繰り広げられる現代の共演の席に着く我々は、何が本物か見せかけかを判断できないまま、人間の欲動と機械のアルゴリズムに突き動かされ、定まらないポーズを繰り返しているとアーティストは言います。
12月2日土曜から12月24日日曜まで、松岡涼子展、誰かに愛されている空、誰かを愛している空、サイ。アーティスト松岡の作品はミシンによる刺繍で描かれています。ペインティングと同じように全て即興で制作、ミシン自体が動くことはなく、その前に座る松岡が布を動かすことによって、一本の線から幾重にも布を前後に動かし往復させることによって形作られていくそうです。画像からではそれは分かりませんね。ぜひ本物をご覧ください。12月2日土曜から12月10日日曜まで、素材から描く展、2023あやみエキビジョンデザインフェスタギャラリー。アーティストあやみは絵の具を廃材から作ると言います。クラファンで集めた資金でキャンピングカーを購入、日本各地を旅しながら廃材を手に入れ、それを絵の具にして作品を描いています。年に一度廃材から描く展を催し、今回の第2回目は11都道府県日本の100年後をテーマに制作した作品を展示するといいます。もう一つの展覧会レビューは、外苑前の渡り美術館の向かいにあるトキアートスペースです。11月21日火曜から始まった野津俊道瓶の底から世界を覗くを見てきました。野津氏は骨格や内臓などにとても興味があるそうで、作品に反映されていました。あ、こんにちは、野津と申します。展覧会のタイトルは瓶の底から世界を覗くというんですけども、この作品のタイトルです。で、木とガラス瓶でできてるんですけど、中が空洞になってまして、どうぞこの瓶の底から世界をお覗きくださいという、そういう趣旨の何なんでしょうねっていう作品ですね。これを作ってる時にトラブルがありまして、いい気になって作ってたら、ハッと気がついたら時の玄関に入らないんじゃないかという気がつきまして、それで慌てて時さんに連絡したら、やっぱり入らないってことが分かりまして、途中で急遽大手術をして少し細くして、それで無事入ることができました。残念ながら展覧会は26日日曜までなので、この動画が配信された頃には終わってしまっています。この後トキアートスペースでは11月28日火曜から12月3日日曜まで、身体をキーワードに木村博之、佐下よし子、平田博彦、三堀智久の4人によるグループ展躯体が開催されます。コツコツコツ、アートは心のカルシウムです。さあ、今週もたくさんの展覧会イベントが始まります。今回も絵画、陶芸、彫刻、刺繍、廃材から作った絵の具など、創意工夫てんこ盛りの作品が発表されます。この動画でご紹介できなかったものもたくさんあります。ぜひ東京ライブ&エキヒビッツのホームページをご覧ください。そして本物をご鑑賞ください。下の備考欄に今週の特集などの URL を記載しておきます。また大人気の展覧会の無料ご招待券プレゼントも実施中です。アートは希望です。スーパーウルトラビタミン剤&カルシウムです。地球は青い。ではまた来週。